お前は不倫指導流再興のために生贄となるのだ。不倫指導を再興するためには寒月流の配下に入れていただくしかない。お前の美しさが寒月の長老方のお目に留まったのだ。良いな、心してお仕えするのだぞ。お、では藤代の和歌の決心のほど見せてもらおうか。まずは忍を大人にしてやりなさい。夢か。いまだにあの時の夢を見ると。能のして方藤代流は室町以来600年の歴史を誇る寒月流の流れに属している。先々代の藤代福寿が独力で再興した藤代流は今日忍と明という才能ある二人の後継者を得た。特に藤代忍は小方の頃より天文の冴えを見せ、二十歳を超えた現在舞う姿は神がかって美しい。腹違いの弟明にとってそんな忍は崇拝の対象であった。いつもながら和歌の舞はすごい。俺はあの舞に憧れている。なんとかして和歌のように舞いたい。だけど明、その一方でなんとか和歌の手から逃れたいと思うのだ。アキラ、稽古中に何をぼんやりしている？いえ、別に。私から逃げる方法でも考えていたのか？そんなこと考えてません。相変わらず強情だな。脱げ、アキラ。待ってください。舞台では嫌です。私に逆らうな、アキラ。はい。待って。どうして感じてしまう。干上がるくせにこれだ。舞台を掃除しておけよ。これが兄のすることか。いや、若は一度も俺に兄と呼ばせてはくれなかった。俺は他の弟子同様兄を若と呼び敬ってきた。俺は若の舞を見て育ち、何とかして若に近づきたいとそう思いながら待ってきた。親父が交通事故で亡くなった時、目かけの子である俺は本妻の夏江に追い出されるかと思った。その俺を藤代に置いてくれたのは若だった。だが親父の車を運転していて一命を取り留めたおふくろは未だに意識不明のまま入院している。そしておふくろの入院費用の見返りとして若が俺に要求したのは絶対の服従だった。俺は若の女にされたのだ。仕方がない。そんなにいつまでもこんな関係が続くわけがない。今はとにかく少しでも若に追いつくことだけを考えて耐えるしかないのだ。